6連勝のタイガース、今日のヒーローは3選手、プロ初勝利桐敷拓磨投手、そして同点タイムリー森下翔太選手、勝ち越し犠牲フライ木浪聖也選手です。まずは桐敷投手に伺います。プロ初勝利、今はどんな気持ちですか？とても、はい、嬉しいです。初勝利ということは、このヒーローインタビューは何回目でしょう？初めてです。改めてこの大勢のタイガースファンに自己紹介お願いいたします。2年目の桐敷です。お願いします。去年までとは違うこの大歓声の甲子園、ヒーローインタビュー台からの景色はいかがですか？とても、はい、最高です。右のお尻が膨らんでいるんですが、それはウイニングボールですか？はい。ちょっと見せていただいてもいいでしょうか？そのボールはどうされる予定ですか？まあ、そうです、両親にあげたいかなと思います。今日のピッチング振り返りますと、7回奪った三振は10個です。ピッチング良かったところを教えてください。まあ、梅野さんと話して、まあ、初回から思いっきりいくっていうことを話したので、まあ、それが結果的に良かったので、はい、良かったです。この伝統の一戦でプロ初勝利、このあたりについてはいかがでしょう？とても、はい、嬉しいですし、まあ、ここがこう、まあ、ユニフォームを特別な仕様ということで、本当に特別な一日になりました。7回には左にいらっしゃる2人が点を取って勝ち投手の権利を得ました。その時はどんな気持ちになりましたか？とても嬉しかったですし、あとはもう祈るだけって感じでした。改めて今シーズン、そしてこれからのプロ野球人生、抱負をこの大勢のファンにお願いします。これからも、チームのために粘り強く、頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。伺います。違う。森下選手、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。森下選手はこのヒーローインタビュー2回目でよろしいですか？はい。このファンの声援というものは慣れてきましたか？いや、まだ慣れてないです。今日は7回ワンアウト1塁2塁初球を打ちました。どんな気持ちでバッターボックスに入りましたか？いや、もう絶対決めるっていう、まあ、強い気持ちで打席に入りました。打球が抜けていった瞬間はどんな気持ちでしたか？いや、本当にキリさんがずっとゼロで抑えてくれてたので、あ、1か、1点で抑えてくれてたので、なんとか点取ってあげようと思って、打った瞬間嬉しかったです。この巨人戦、大事な場面で大きなヒット、大きな打点がありました。このあたりはいかがでしょう？いや、自分自身打点ってところにすごいこだわりを持っているので、まあ、ああいう場面で一本出てよかったです。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。
3人目木浪選手に伺います。7回ワンアウト満塁でした。どんな場面でどんな気持ちで打席に入りましたか？桐敷が本当に初回から頑張ってくれてたんで、なんとか、1点取りたいと、まあ、ことを起こしたいという気持ちで、はい、打席に入って、はい、ああいうレフトフライでしたけど、まあ、テルも頑張って走ってくれたんで本当に良かったです。今日の桐敷投手のピッチングはショートのポジションからどんな風にご覧になっていましたか？初回から本当に勢いもありましたし、守ってあげたいなっていう気持ちになりました。はい、ご自身の打点で勝ち越し、そして桐敷投手にとっては勝ち投手の権利が舞い込むことになりましたが、このあたりについてはいかがでしょう？いや本当に1勝目っていうのはすごい記憶に残ると思いますし、チームみんなで桐敷に一生プレゼントできたことがすごく良かったです。そしてタイガースは5月20試合16勝です。このあたりの好調、強さについては木浪選手どんな風に考えますか？いや今のタイガースだったらこれくらいいくかなとは思ってますし、みんな状態もいいので、はい、このまま勢いに乗っていきたいです。はい、非常に心強い言葉なんですが、明日明後日もこの巨人戦続きます。木浪選手から抱負をこのファンに向けてお願いします。明日も、試合がありますので、皆さんの声援が、僕たちの力になっています。明日も絶対勝ちますので、応援よろしくお願いします。今日のヒーローはプロ初勝利桐敷投手、そして同点タイムリー森下選手、さらには勝ち越し犠牲フライ木浪選手でした。放送席どうぞ。